レイピアライオンエンジン W 型エンジンの動作 W 型エンジンとは1本のクライクシャフトに対し3バンクまたは4バンクのシリンダーを W 字状に配置したレシプロエンジン4列で放射状に配列したものは X 型エンジンそれ以上はラジアルエンジンの範疇であるが隣り合うバンクの同じローのコネクティングロッドが1つのクランクピンを共要する点は V 型エンジンの発展型とも言えるもので、一つのクランクピンに一本のマスターロッドがはまり、そのマスターロッドに他のシリンダーのサブロッドが連結している星型エンジンとは異なる。3バンクのものは英国政府支給品のマークに似ているため、ブロードアロー型とも呼ばれる。V 型エンジンなどに比べ、同程度の気筒数ならば、クランクシャフトを短くできる。横幅は、 V 型エンジンより広くなるが、12気筒、16気筒などの多気筒エンジンでは、長さ短縮の効果が大きい。ただし3本のコネクティングロッドが1つのクランクピンに繋がっているため、クランクピンやクランクジャーナルの直径を大きくする必要がある。アレッサンドロ・アンザニーが1906年に開発したファン W3 エンジンを搭載するオートバイネーピア。 ライオンセブン古典的な W 型エンジンは3つのシリンダーバンクを持ち、1本のクランクシャフトで全てのピストンを駆動する。この形式で最初に登場したのは W があった3気筒であり、1906年にアンザニがオートバイ用エンジンとして開発したものである。このエンジンは後にルイ・ブレリオの飛行機、ブレリオ・クシーに搭載され、1909年に イギリス海峡横断飛行に成功した。後に、アレッサンドロ・アンザニはこのエンジンを、さらに改良し、各シリンダーを120度の角度にした、星型エンジンの原型とも言えるアンザニ Y3、エンジンを開発した。1917年にネイピアさんは、最初の3バンク W 型12気筒エンジンである、ネイピアライオンを開発、シュナイダートルフィーレースで優勝した機にも使用された。 ドレーヌは1920年代に450馬力の12エドエンジンと600馬力の18カエンジンを航空機向けに製作、同時期に依存タイコールフラスキーにも W 型18機筒で820馬力のアッソ750エンジンと1100馬力のアッソ1000エンジンを開発した。ライフ W12 このような3バンクの W 型エンジンは多機筒化した場合に 中央バンクの吸排気系の取り回しが困難となる、冷却性の問題があり、滝筒化は放射状に気筒を配列した、星型エンジン、もしくはそれの二重化、または、水冷、V 型エンジンが主流となった。第二次世界大戦後もレース用や試作車での採用例はあるものの成功したと言えるものはなく、1990年には、ライフが自製の W 型12気筒エンジンを使用して、 フォーミューラ1に出場したが、12戦前戦で予備予選落ちしている。その後、ライフはシーズン途中にレートンハウスより譲渡されたジャットエンジンに変更するも最終戦を待たずして、会1から撤退した。その後はアウディが3バンクの W 型12、気筒エンジンを開発するも中途で断念。 ォルクスワーゲンも、ブガッティの試作車両向けに3バンクの W 型18、気筒エンジンを開発し、実際に、ブガッティ EB118 と、ブガッティ EB218 に搭載したが、構造が複雑すぎて信頼性に欠けることが露見し、結局市販されないまま終わっている。ブガッティベイロンの W 型16気筒エンジン。 8000cc64 バルブクアッドターボ構成で1001馬力を発揮するモンスターエンジンであるフォルクスワーゲングループが開発したエンジンで2001年に W12 型が初めて発表された。現在は特許を持つ VW のみで採用されている。同社の持つ VR6 型強格 V 型エンジンを2つ組み合わせた WV 構成となっている。日本では このような WV 構成の旧来の3バンク形式のものも一律に W 型エンジンとして扱われることが多いが、英語圏では区別するために WR 型や VV、WV、VV と呼ぶことがある。また、4バンク形式の祖国であるドイツでは WV 型4バンク式のエンジンのみを W 型エンジンと呼び、旧来の3バンク形式のものは、 Y 型エンジンと呼んで明確に区分している。このような W 型エンジンの場合、排気系及び吸気系の取り回しは、V 型エンジンと同様になり、3ン,ンクの W 型エンジンのような問題は生じず、クランクシャフトの全長の短縮によるエンジン長の短縮のメリットが享受できる。自動車用としては、廃れてしまった3ン,ンク W 型エンジンであったが、 カスタムオートバイの世界では一人のエンジンビルダーの手により3バンク W 型3気筒エンジンが復活した。アメリカのジム・フリングはハーレー・ダビッドソン・ツインカム88-45度バンク空冷 V 型2気筒エンジンをベースにもう1バンクを追加するためのアップグレードキットをリリースしたのである。航空機の星型エンジンを参考に開発されたこのエンジンは 旧来から存在する3バンク型とは異なり、中央のマスターコンロットに2本のスレーブコンロットが繋がれてクランクシャフトを回すというもので、どちらかといえば W 型3気筒の外観に星型エンジンの内部構造をそのまま移植したようなエンジンである。フリング W3 と名付けられたこのカスタムエンジンは通常の構成では 145CU インの ピストンが組み合わされて 2327cc となり最大180馬力を発揮した。アメリカの著名なチョッパービルダーであるコーリーネスの手によりさらにチューンされたフリング W3 の中には 185cu インピストンの 3032cc エンジンと 245cu インピストンの 4015cc エンジンも出現。EN バイカービルドオフといった チョッパードラッガーイベントを接見するエンジンとなった。しかしジム・フリング自身は2002年12月に死去し、2004年7月を最後に彼が起こした会社であるフリング・モーター・カンパニーも売却され、フリング W3 の販売も終了したという。ありがとうございます。